で同時にですね、日本アメリカと米中手を結んだ中国は何を始めたのかっていうと、1980年代半ばに近海積極防衛戦略という、これは劉嘉誠という人がやってる、要するに第一列島線第二列島線の話です。アジア全体を中国の海にするっていう戦略を始めた、アメリカの合意のもとに。でそれに基づいて中国軍というのはですね、皆さん知ってる通り、日本はですね、陸上自衛隊、航空自衛隊、海上自衛隊3軍ですね。中国は4軍なんですよ。どういうことかというと、陸軍、海軍、空軍、戦略ミサイル部隊、4軍になってるんですね、中国は。でミサイル部隊を作ることによって、この中国大陸に接近できないようにしていく、つまり第一列島線を完全に中国の空と海にするというのを1910年ぐらいまでやってしまいましょう。今15年だけど、ほぼその支配下になってましたよね。でこのですね、で1920年、あと5年後までに日本も含めた沖縄全体を支配下にするという戦略を作って、それに基づいて海軍と戦略ミサイル部隊の強化を始めた。で皆さん政治家だから分かると思うんですが、政策というものはですね、本気かどうかが分かるのは、一番分かるのは予算なんです。予算をつけなければ口だけです。予算をつければ本当に実行するってことなんです。で現に中国は防衛費を過去26年で40倍にしてるんです。40倍ですよ。日本は全く変えない。40倍にして何してるのかって言ったら、本気で南シナ海、東シナ海を支配下に置くってことです。本当に予算をつけるっていうのは本気だってことなんです。ですぐですね、中国はそのいずれ内部崩壊するとかいうふうなことを言う人がいるけども、いや崩壊してくれりゃいいけども、ね、崩壊しなかったらどうするんですかっていう話ですね。で現にこのもうこの45年で南シナ海の第一列島線の中でガンガン中国の軍や海洋監視船が騒動を起こして、ベトナム南シナ海のこのスプラトリー周辺とこういうところには、ベトナムもフィリピンもマレーシアも台湾も出ていけなくなってきてます。漁船はほとんど立ち入ることができなくなってきている。でもう一つですね、これ外務省の資料ですが、2013年の2月に南シナ海のジョンソン南礁というところで、これぐらいだったのが1年かけて土砂を運んで埋め立てをして、半年で基地を作っちゃった。でこれに対してですね、アメリカは今年ですね、航行の自由作戦というのをやりました。でこの航行の自由作戦をもってアメリカが本気で反撃するようになったみたいなおめでたいことを言ってる人がいるけども、どれだけおめでたいんだよって話。航行の自由を言ってるだけで、ベトナムのこの基地に対して何かアクションを起こしたのかって、何にもしてませんよ。何にもやってない。何にもやってないどころか、航行の自由作戦と通して12海里を通っただけです。ご丁寧にベトナムとフィリピンの領海も通りました、アメリカ軍はわざわざ。つまりアメリカとしては、航行の自由が守られればここの基地は認めますよってメッセージを送ってるわけですよ。本当に。でもう一つ言うのはですね、これも繰り返し僕はいつも言ってる話なんですが、アメリカがですね、米ソ冷戦が終わりました。ソ連という敵がなくなった。なくなった後、アメリカ軍は自分たちはソ連がなくなった後をどういうふうに考えたらいいんだろうと、どういうふうに世界戦略を考えるべきなのかということについての議論をずっとやってたんです。でそのですね、その大きな世界戦略、新しい冷戦後の新しい世界戦略っていうことでやって、いろんな本が出ている。でその中でも中心的な理論的支柱だった人がハリー・サマーズっていう人なんですね。でこの人が「ザ・ニュー・ワールド・ストラテジー」っていう本を書いている。でこれですね、この本なんですね。でこの本の中で何を言ってるかっていうと、アメリカは同盟国に武器や兵器を与えることはできるけども、その国が自分で自分の国を守ろうとしない限りは結局見捨てるしかないよね。もう一つ、アメリカはベトナム戦争の時に南ベトナムを見捨てたんだ。同盟国だったけど。つまりアメリカの国益にならなければ同盟国は見捨てることがあるよっていうことを、この本は陸軍の戦略大学だけじゃなくてアメリカの軍の幹部が全部読まなきゃいけないテキストです。20年前からアメリカは軍の幹部にそれを教えてるわけです。同盟国は見捨てることもある。自分の国を自分で守らない限りは見捨てるしかないんだよって。でなおかつ今から2年前のオバマさんはアメリカは世界の警察官ではないということを表明しました。もう守りに行かないよって言ったわけです。でこの守りに行かないよって言われて、じゃあこれどういう意味なんだよということで、去年ですね、僕実はアジア太平洋地域における米軍のオペレーションの司令塔はアメリカのハワイにあるですね、太平洋軍司令部なんですね。でも太平洋軍司令部2回行きました。で向こうの太平洋軍司令部の幹部とも随分突っ込んで話をしました。向こうの幹部と。でこれ写真はその時の写真なんですが、この子は太平洋軍司令部のところで。でその太平洋軍司令部のメンバーたちと話をしたことは表に出せないんですが、そのアメリカ海軍のアドバイザーやってる北村淳博士がですね、こういうこと言ってる。今年の4月28日に安倍さんがアメリカに来ました。その時に日米ガイドラインというものの改定をやりました。その日米ガイドラインの中で日本の防衛のための戦闘が発生した場合、これまでアメリカはアメリカ軍の打撃に頼って日本の自衛隊自身が打撃力を繰り出して外界で戦い、アメリカ軍は自衛隊の作戦を支援し補完するための作戦を実施することが日本防衛の原則だ。つまり日本が攻撃された時、日本は専守防衛で、中国や北朝鮮が攻撃してきた場合、中国や北朝鮮に攻撃を仕掛けるのは米軍の役割だっていう役割分担をやってたわけです、日米ガイドライン。その原則を今年の4月28日のガイドラインからなくしたって言ってるんです。もう日本のためにアメリカ軍は中国北朝鮮の攻撃はやらないと言ったわけです。でこれに関する防衛省の人間に聞いたら、これどうなってんのって言ったら、いやそれはそういうことを書かなかっただけであって、引き続きアメリカ軍は日本のために打撃力を発揮してくれると我々は信じています。防衛省の人は言いました。いや信じてるのはいいんだけど、ね、そうじゃない解釈はあるっていうことを聞いてるんだけど、それはどうなのって言ったら、いやそれは我々はそういう話は聞いておりません。で北村淳さん、アメリカ軍の中枢のアドバイザーやってる人間です。軍の中枢をやってる人はこう言っている。防衛省の役人は、いや引き続きアメリカを守ってくれるはずですと言っている。はい、どっちが信用できるでしょう。もう自明ですよね。でなおかつですね、これどういう話かというと、これ実はアメリカのですね軍の内部文書を翻訳した文書なんですけど、要するにアメリカ海軍の文書なんですけどね、まあ、もちろんオープンソースになってるからもう別にいいんだけども、でアメリカはですね実はアメリカの国防総省が去年の6月5日に中国に関する年次報告書っていうのを出していて、この中で中国は短期間で高烈度の地域紛争を戦い勝利する能力である長期的包括的な軍の近代化計画をやっているということで、ショートシャープ O といってですね、これ南西諸島ですね、徹定的な巡航ミサイル攻撃でアメリカ軍が助けに来ない前に殲滅をして日本の降伏を迫るという作戦計画を中国が考えている。でこの作戦計画に基づいて巡航ミサイルによる攻撃を本気で考えているということをアメリカ太平洋艦隊の情報長官のファネル大佐がアメリカのメディアにリークしたんです。なんでリークしたかというと、こういう動きを北京がやっていることを同盟国日本に伝えるべきだって話なんです。でもオバマたちはそんなこと日本に伝える必要はないって話だ。だけどこのファネル大佐はそれはおかしいだろうって言ってリークした。リークしてクビになりました。でこのショートシャープ O というこういう作戦計画をやっている。でこの作戦計画に対して実はですね、今年の3月から4月にかけて日本の自衛隊の退役将校たちがペンタゴンやアメリカの国防総省いわゆる国務省とかにずっとヒアリングに来ました。でその自衛隊のメンバーたち OB たちがヒアリングをして、その結果について正論というのに雑誌に書いている陽田さんという人が。でその陽田さんがこういうことを書いている。このショートシャープ O に対してアメリカはどういう対応をしてくれるんですか。向こう側の返事はショートシャープ O になった場合は日本が独自で対応してもらうことになる。じゃあその間米軍はどうするんですか。グアムまで引き上げます、はい、グアムまで引き上げるそうです。でじゃあね、こういうことの対応のために、ね、安倍さんは集団的自衛権に関する法解釈を急いだんじゃないかというふうに言うかもしれないけども、ね、ショートシャープを巡航ミサイル攻撃に対して今回の法律は何の関係もありません。全く何の関係もありません。僕らからすれば無駄でしたね、あんな法律。我々専門家からすれば。でアメリカの軍の幹部たちもなんで安倍政権はあんなくだらないことのために、ね、6ヶ月も時間を費やしているのかよくわからない。よくわからない。まあね、公明党が賛成した内容なので所詮で、問題はですね、軍事的に日本を助けないという話だけじゃないんです。日本が共に戦わないという決断をした結果、日本経済バッシングをアメリカは始めた。同じ構図があるということなんですね。でロバート・カプランというですね、これ「フォーリン・アフェアーズ」とか、いろんなことを書いている、アメリカの有名ないわゆる戦略を議論している、学者なんですが、彼がですね戦略的コンドミニアムっていう概念を提唱しています。これ何かっていうと、簡単に言うと米中共同で日本を搾取しようという話です。で具体的にどういう話かっていうと、これに書いてますように、中国は日本政府に対してなぶり殺しにされたくなければ日本のベガバンクの銀行の株を中国に売って中国日本の銀行の経営権を譲れていてくるケース。経済的に日本を支配してしまおうという話です。日本の香港化です。軍事的に支配する必要はない。経済で搾取できればいいんだから。金の卵を殺す必要はない。安い賃金で日本を働かせることができればそっちの方がよっぽどいい。そういう話が戦略的コンドミニアムっていう話なんだ。でこれ真面目な話なんです。ですね、中国の軍事的脅威を言うとどうせ中国が攻めてこないよとか言う。その通りですよ。軍事的に攻めて、ね、金の卵を殺す必要ないんだもん。搾取できれば一番いい。でそういう議論をアメリカ国務省と北京ではやってるって話なんです。でこれに対してじゃあ安倍さんは何もやってないのかって言ったら、いや一生懸命やってますよ。もうもうちょっと時間あと、56分なのでちょっとパンパンいきますけど、安全保障のセキュリティダイヤモンド構想っていって、外交面でこういうふうなセキュリティダイヤモンドを作って中国に対して立ち向かおうというふうにやっている。で、問題は防衛予算です。いくら構想を作ったって軍事予算がなければ何もできない。で、軍事予算が全然増やせないのは、一番の大きいのは日本が経済成長してないって話なんです。金を出せないのは経済が成長してない。で、分かってほしいのはですね、この20年間経済成長してないのは日本だけだって話なんです。これもう別に財務省が出るデータなので目にも分かる。他の国は大体ですね 3% から 4% の経済成長をやってるのに、日本だけが 0.6 ぐらい。全然経済成長してないから防衛予算も増やせない。で、何が問題なのかって、これ背景に日銀のデフレ政策があって、要は他の国は経済の拡大に伴ってマネタリーベース、金融というものを、お金をたくさん吸ってるのに、日本だけがお金を全然吸らないでずーっとやってるって話。他の国はどんどん経済規模に拡大してお金を増やしている。で、これ常連先生がいつも言ってるんですけど、要はどんな国でも毎年 2% の生産性の改善があるので、普通の国はそれに合わせて通貨供給を増やす政策を取ってるけど、日本だけは通貨を増やす政策を採用してこなかった。だから1990年頃からお金の供給はずっと不足していたんだ。だから日本はデフレをこの20年続けてきた。で、まあ常念さんの仲間なんか、日銀はブラック企業だっつって、日本人が一生懸命働いてるにそれに見合うお金を吸ってこなかった、日銀が最大の悪だ。ただこれ日銀が悪いのか、それともアメリカの圧力なのかね。だってジャパンバッシングを始めたアメリカが20年前だから。で、デフレになると、デフレがこの20年続いていて、これはこれももう僕は言うこともない、フィリップス曲線といって、インフレになれば失業率は減っていき、デフレになれば失業率は上がっていく。これはもう経済学の常識なんです。だからデフレになればなるほど失業率はどんどん増えていく。で、この20年間のデフレによって45歳以下の200万人が不本意非正規で、2013年段階で非正規雇用はもう全体の4割近くになっている。男性の非正規雇用の平均年収は225万で、ね、地方からどんどん潰れていっている。だから地方が潰れていくのはこの20年のデフレ政策ですよ、はっきり言えば。もうそれが一番大きな原因だって、もう明らかな話で、もう一つ、これ常念先生がいつも言ってる話で、この本ぜひとも読んでほしいな、この地方は消滅しないって。もう一つ、デフレによるマクロ経済がおかしくなった問題と、もう一つは1990年ぐらいからですね、内需拡大を称してアメリカは日本に対して徹底的に箱物を作れって指示を出している。で、この箱物行政が始まっていく。この箱物を作ってどうなったのかっていう話ですけど、高知市の場合、これは去年の話です。歳入が1500億円あって、独自財源は大体750億円で、公共施設の維持運営の赤字が毎年206億円1500億円の予算しか、歳入しかなくて、200億円も公共施設の維持に使ってたら、そりゃ地方財政潰れるわね。で、なおかつですね、地域で最も儲けを生む土地が供給して生まれてしまうと、地域の稼ぐ力もそういうことになってしまっている。要は一等地にね、赤字の箱物ばっかり作っていって、ね、地方は潰れていってる。これ常念先生の本、これだからぜひとも読んでもらいたいんですが、こういうような補助金による採算無視の箱物と民業蔑視が地方の活力を奪ってきたんだっていう話。でもこれも要は、じゃあなんで箱物になったのかって話なんです。内需拡大と称して、ね、アメリカ政府が1990年ぐらいからそういう要望をずっとやってた。僕はその背景と密接なリンクがあると思っています。で、幸いなことにですね、アベノミックスで正規雇用はどんどん拡大していっている。で、関税支給率もどんどん落ちている。まあ、これはもういちいち説明しなくていいんですが、まあただ問題は昨年の4月の消費増税で物は買わなくなり GDP 成長はマイナスになっていって、でなおかつ安倍総理は再来年の消費増税は予定通り実施する明言している。まあ、これはブラフだって話もある。ただ消費税増税をやってしまった結果、去年の7月、結果がアベノミクスで、ね、経済デフレ脱却が始まったにもかかわらず、もう一度また、ね、GDP の成長率はマイナスになっていってる状況になって、地方経済はなかなかその恩恵を被らないという形になっている。で僕は何が言いたいのかというと、もう終わりますが、安全保障と経済は連動してるって話なんですよ、大きな意味で。米中は戦略的コンドミニアムというもので、日米、米中で日本を搾取しようという話をしている。もちろんそのあくまでもそれはグローバリストのニューヨークマネーの連中たちであって、アメリカの庶民たちはそんなこと考えてないですよ。またアメリカのコンサバティブ、とりわけドナルド・トランプとかを応援しているメンバーなんかはそんなことに対して、それは違うだろうと言っている。だからアメリカがといっても、アメリカの要するにジャパンハンドラーズと言われている人たち、そういう人たちがそういうことをやっている。ではそれに対抗するためには、外交は安全保障で強い日本を作っていって、北京の脅威に対して米中共同で立ち向かうよということをやっていかないといけない。そうすることで、アメリカの敵は我々日本じゃなくて中国だろうがということをアメリカの人たちに理解させなきゃいけない。だけど現実は、これ朝日新聞かなんか書いてましたけども、南シナ海で航行の自由作戦を日米合同でやるということを日本の防衛省は内部で検討したんだけども、官邸の反対で潰れた。でアメリカの海軍の連中は、ね、日本は結局、ね、鳩山も安倍も両方とも嘘つきだって話になってます。口だけだって、あいつらは。集団的自衛権を行使して、ね、アジア太平洋の平和と安全を守るっていうふうに安倍は言ったけど、航行の自由作戦一つやらねえのかよって。何期臆病で無能なやつだっていう話です。僕は安倍総理がそう言われてるのはかわいそうだと思いますよ。安倍総理はしたいと思ってるんだから。だけどそれをやれるような状況じゃなくなってきている。本当に僕はかわいそうだと思います。だけどアメリカの軍の連中から言えばそんなの分かんないからね。だってトップは安倍なんだから。そういうふうに見られてしまっている。そう見られてしまっている状況が僕は危機的だと思ってて、やっぱりストロングジャパン政策、強い日本がアジアの安定につながるというような政策をアメリカやアジアの人たちに理解してもらう。理解してもらうために何が必要なのかって言ったら、予算です。政策を本気でやるかどうかは予算にかかってくる。だから防衛費を上げること、およびオペレーションを南シナ海で航行の自由です。中国の基地を壊せなんていうことはないです。そんなことできねえんだから日本は。せめて航行の自由作戦ぐらいは南シナ海でやろうよって話。まあ、今度の次の号の正論にちょっとそういうこと書きましたけども。でもう一つはやっぱりそれをやるためには、予算をやるためには経済が復活しなきゃいけないんだって。そのためには消費増税の凍結が必要だ。でこれに関しても今日のですね、時事通信のとか共同なんかでも、要はもう軽減税率、公明党に全面屈服したって話が載っている。で軽減税率を決めたことと消費増税を予定でやることはイコールではありません。イコールではないです。イコールではないけども、少なくとも公明党とのタッグマッチに官邸はね、譲歩せざるを得ないというのが政治力学だって話です。でこれに対してやっぱり安倍さんの正しい経済政策、デフレ脱却をやるためには、こちら側の国民の側がやっぱり消費増税はダメだよねって、デフレ脱却して経済政策を立て直していかないと日本はね、本当に大変なことになるよねという声を上げていかないと、僕は本当に安倍政権が維持できても安倍さんは袋叩きに遭うという非常にシビアな状況になっていると僕は思っています。まあ、非常に悲観的な話ばかりしますけども、なんていうのかな、あるべきなんていうかな、楽観論を語ってマイナスだったらそれが違った時にどうするんだって話なんですね。だから少なくとも政治に関与している皆さんには常にマイナスのシナリオ、厳しい状況を頭に入れながらどうやって政治というものを考えるのかということを考えていただきたいという意味でシビアな話を今日はさせていただきました。ご清聴ありがとうございます。